し。よし、今回は第2段階の終了テストをする。2段階目の総まとめだ。これをクリアしないと次の段階に進めないぞ。今回の試験項目はタキシング、離陸、ナビ飛行、低空飛行、ILS 着陸の5つだ。今までの訓練と基本は同じだ。試験はハンガー前からタキシングして滑走路に向かうところから始める。滑走路内に侵入したら離陸だ。ここでも離陸前の一時停止を怠るなよ。離陸したら1000フィートまで上昇。1000フィートに達したら水平飛行に移れる。ここでコントロールメニューを開いてナビゲーションポイントを設定する。ポイントは01のイーストベースだ。ナビゲーションポイントに向かって高度1500フィート以下で飛行する。途中の高い山や峡谷は迂回して進めよう。ナビゲーションポイントに近づいたら ILS 着陸だ。訓練通りの着陸をするんだぞ。無事着陸して停止したら試験は終了だ。今までの訓練通り操縦すれば問題ない。頑張れよ。以上だ。もう一度聞き直すか。よし、来たな。よし、今回は試験だ。落ち着いていけよ。まずはタキシングだ。スロットルを 10% ほど開けろ。スピードを落とせ。次を左だ。次を右だ。前で一時停止だ。管制官の指示を待て。 JG1973 passing into Pontiac and hold runway 90 dropping on final runway 90 over。 滑走路内に侵入しろ。離陸前も一時停止だ。管制官の指示を待て。JG1973 wing 0 and 1 clear for takeoff. Good luck. 離陸開始だ。フルスロットルだ。高度1000フィートで水平飛行だ。水平飛行に移れ。ナビゲーションポイントをセットしろ。
心に合わせた。絶食。オッケーだ。強襲も終わる。言うことなしだ。